はい、皆さんこんにちは、アブです。いやー、今ちょっと始めた耳くそ鼻くそペロリンチョ、どうもペロアイ男爵です。はい、お願いします。よろしくお願いします。今日の企画は、はい、ペロアイ男爵さんの、はいはい、頭が徐々に大きくなってったら、マロさんは気づくのかっていう。なるほど、なるほど、はい、いや、もう実際に、今一個つけてるよね。実はね、ついてる、うん、ついてます。なんかでも、違和感ないっすな、うん、バリ可愛い人の髪型やけど松田聖子とかの髪型が今お前にあって、うん、バケモンになっちゃったって。誰がバケモンや。なぜこの企画をするかというと、はい、今、荒野にボーナスコマンドがあります、うん、そしてその中に顔が大きくなるというエフェクトがございます。顔が大きくなる。それをね、ちょっとせっかくなんで端末であるのを見ていきましょう。なるほどね、はいはい、ほんまに大きくなるんですか。ボタンを押すのが大きくなるらしいんですよ。なるほど、今こんな感じね、はい、じゃあ押してみますね。はい、気持ちいい。はい、こんな感じで本当に徐々に大きくなっていくっていう感じになって、はいはい、早速本編の方入っていきましょう。はい、行きましょう。はい、オーケー、レッツ。歯が言う、歯が言う。はい、どうもこんにちは、アブです。今回なんですけども、3月27日が僕の10代最後の誕生日ということで、何か思い出になることしたいなと思ったので、今日からマロさんと5日連続豪華企画を行います。お願いします。あ、お願いします。そして今回豪華ゲストもお呼びしてます。合計5連弾企画実施予定です。お願いします。まずマロさん、はい、挨拶お願いします。はい、皆さんどうもこんにちは、マロです。ということで、今回から、5連続アブちゃんの企画に参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回の豪華企画のゲスト、事務所にも手伝ってもらったのは本当に大物の方ばかりです。はい、ということで第1弾がレイクレイさん、第2弾がお子様プレゼンター、第3弾がバンバンさん、そして第4弾がカルティービーさん、セリシューさん、池田翼さん、第5弾がナコナコさんです。そして今回動画切り抜きキャンペーンも行います。今回でいいな、面白いなと思ったシーンがあったら Twitter または TikTok で投稿してください。限定のハッシュタグが必要なので詳しくは概要欄をご覧ください。あなたも賞金がもらえるかも。豪華合計賞金30万円でございます。はい、まず第1弾ということで来てくれたゲストを紹介します。こんな方々です、どうぞ。いや、今人男爵だ。耳くそ鼻くそペロリン長、どうもペロリン男爵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、レイクレイさんから、ドバ市長ペロアイ男爵さんが来てくれました。レイクレイといえば様々な企画で有名ですね。今回の企画はこちらです。顔作りの達人は誰だ、荒野整形選手権ということで、どうですかこの企画。ペロさんの、はい、を顔をまじまじで言ってもらって、うん、顔を作っていくという企画でございます。見るところからな。はい、そうですね、初対面ですもんね、まじで。そうですね、結構体力いるかもしれないですこいつマジで、にらめっこ3000勝無敗やな。確かに笑ってしまうかもしれないですね、うん、ちょっと面白い顔してるんで。今回ね、時間さえあれば誰でもできちゃうと思うので、1分間の顔チェックタイムの中で顔をしっかりと見てもらい、その後3分間で作ってもらいます。ただ顔作りって結構難しいと思うので、これを3セット行います。では早速やっていきましょう。はい、じゃあやるぞ。こいつどんな顔してたっけな一番よう見てるんじゃないですか意外と忘れちゃうんですよ。ちょっとあんまりよく見えないんで。おお、眼鏡かけて。おお、なるほどなるほどなるほど。笑っちゃってるじゃないですか。なるほどですね近いなぁ近くさはい、ということで1分間顔を見終わったので、早速キャラメイクの方入っていきましょう。よっしゃー、行きましょう。いや、結構特徴的な顔してるからな。やっぱポイントをいかに抑えられるかどうかですね。確かにね。そうですね。いや、全然気づかれてなかったですね、正直。なんでも多分2個目全然いけると思うんで、ちょっとしっかりかなじまして、こんな感じですか。じゃあこれで戻りたいと思います。はい、ということで1回目作り終わったので、早速マロさんの方から見ていきましょう。せーの。誰に言ってたの。確かに確かに、そんなハンサムまあまあ、確かにペロ、なんていう、うん、どん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 喋りが上がってきた時の顔やな僕的にはなんか、うん、あの捉えたよっていうポイントは、あのやっぱ眉毛。あ、確かにね、ちょっとしっかり、はい、なんかこの眉毛のこの隣あたりになんかこういうの入ってなかったかなって。あ、確かに確かに。はい、じゃあ次僕のキャラメイクを公開していこうと思います。じゃあどうぞ。よし、
お前寝起きこんな感じみんなボケてるやん。ボケるやつこれ。なんか真面目にやったら熱いねん。ということで次、ドバッショーのキャラメイク公開していきます。せーの、どうぞ。ボケてるやんけ。いやもう確かにだから一食った後はペロ真面目にやったらはずいわ。真面目にやってねえやん。みんなこの髪型じゃん。もう引かんじゃん。もう引かんじゃん。引かんしか選べなかったまであるんですね。近いやつは。はい、ということで1回目終わりました。いかがでしたか。いや、ちょっと難しかったね。うん、わかりますか。あー、いやいや、まだ、ほど遠いですね、まだ。そうですね。多分思ったんすけどね。うん。あんまり見えてなかった。ひどいっすよ、これ。まあね、お二人もだいぶひどいっすよ。でも、ひどいってことは上がっていくしかないから。まあ、そうですね。確かに。2回目、3回目に来たい。それあります。はい。ということで、まあ、2回目、早速、やっていきましょう。しゃーい！はい、ちょっと一旦、すみません、見させてもらいます。見てください。こうな、わかりました。おお、なるほどね。はい、じゃあ俺見ていい？あれ？あれ？口赤くないよ。今回マジ頑張ります。あんまりちょっと喜んでもらえなかったんで、ちょっと次は喜んでもらえるように。悔しい。エロい男爵を全然捉えきれてなかった俺たちのミスやな、これは。そうなんですね。笑顔が見たいです、僕は。そうやね。はい、2個目全然バレなかったです。なんでちょっと次1個増やして、まあ3個でちょっと様子見ようかなっていう感じでいきたいと思います。でこれしっかり前髪なじますんが大事なんですよ。こうやって横もしっかりなじますってことで、これで次いきたいと思います。はい、ということで、ドバッショーの2回目のキャラメイク見ていきましょう。いきます、せーの。はい、こんな感じで、結局分かったのが口は赤くなかったと。で、髪の毛長くして、まあまあ、で、鼻も立派にしてって感じで結構似てない。目を打ちては、目ひどいな。目もひどい。なんで白目な。はい、ということで、僕のキャラメイクの方第2回できたんで、早速見ていただこうと思います。せーの、どうぞ。おぉー、特徴的にはしたんですよ、目とかも。おぉ、え、待って待って、ないやん。細いけど結構ニコニコ笑うんで、まあそこをトライして。まあまあ、笑ってるところですよ。みんな笑顔。なるほどね。はい、映せれば。笑顔重視ってことですね。はい、そうですよね。あー、笑顔に全振りやな。重視というか。ありがとうございます。よう、ありがとう言えた。マロさんのキャラメイク第2回で見ていきましょう。いきますよ、せーの、どうぞ。あら、おい、マロただのイケメン中途半端やねん。マロウエンツエイジ。確かにウエンツやん。確かに。あと僕の目に映ったもう再現させていただいたんですけど、今すぐガンガン行ってくれ。映ったやったらそこまでガンでやろ。見てもらったらもう分かる通り、やっぱペロさんなんで。あー、確かに。誰がよう見たら似てるっすね。似てる。間違えてたかもしれない。ちゃんと見てよ、ちゃんと見てよ、ちゃんと見て、ちゃんと見て、一見ペロもちゃんと見て。あ、違いますね。違うねんけどな、全然ちゃうねんけどな。はい、ということで2回目終わりました。はい、はい、進化したんじゃないですか、1回目よりは。どこがどこが、はい。まあまあ、確かにちょっと真面目な人も出てきた。まあまあ、そうですね。はい、ということで3回目は本当にもうボケなしで、なんだろう、正直ね。マジでもう、ガンビラケちょっと見させていただきます。あ、もうそれは見て、しっかり。はい、ということで早速3回目やっていきましょう。レッツゴー。ちゃんと見よう。マジでちゃんと。いやー、もう最後はやっぱちゃんと綺麗に決めたいんで。うん。もう。お、でも結構お耳が大きい。あ、耳見えてないですか。いや、ここ見えないもんね、確かに。そうか。ね、おでこが隠れてるかもしれない。なるほど。わかりました。俺も頑張りますよ。頑張れる。はい、頑張ります。しっかり見てる。はい、もうちゃんとしっかり見えてます。オッケー。期待してもらって大丈夫です。はい、ということで3回目早速作っていきましょう。しゃあ。いきましょう。用意スタート。
やっとれ何つった今俺何も聞こえてなかったそうやねはい、3個目、全く気づかれなかったんでもう全部いっちゃいます全部いっちゃいましょうってことで最後これでいっていきたいと思いますはい、ということで丸さんの3回目のキャラメイク見ていきましょうせーの、どうぞおおあら戻ったな最初に典型的な成長性タイプけどなんか、うん、めちゃくちゃタバコ好きそうあーそうっすちょっと思ってたんと違いますね僕も思ってたんとちゃうんや違いましたちょっとあんまメガネつけてやっぱやってなかったあメガネつけなメガネつけてくださいよちょっと時間がメガネつけてもう一回ペロと見比べてみたら方がいいですね、うん、僕が作ったらあれですよね、うん、そうです違う怖いわちょっと怖いわ怖いわマロン全然メガネつけてもう一回見てほしいぐらいもう一回見ようもう一回見ようもう一回見たしっかり見とこうもう一回見た方がいい、うん僕が作ったのが、うん。ちっちゃい。なんすか。それでは、ドバッショーの3回目のキャラメイク見ていきましょう。せーの、どうぞ。真面目言ってた。うわ。実はね。真面目。結構真面目にやったんですけど、特徴鼻に特徴があったから、うん、横から見たらこんな感じやな。整形ミスっとんねようここまでいじりましたよ逆にいやそうやねんそうやねん覚えてないけど、うん、あらゆる数値マックスにしたじゃあ最後僕の方のキャラメイクを見させていただこうかな楽しみ、はい、楽しみではいきますどうぞおおええこだわりあるんすかなんかそうですねまあ紫が結構意外的に合うかなと思って、はい、じっくり見た感じあコメント真面目コメントは狙ってたまあ検証結果再現不可ですねこれはということでマロさんはいなんか異変に気づきましたでした異変異変っすかなんか気づかなかった異様な空気というか、うん、異様？うん、あの、えげつないアハ体験起きてるから。どういうこと？ほら、マジ？どういうこと？うわショック。ちょ待って。そういうことですか？ちょどういう言って言って。何ですか？ルさん。もう、ルさんの髪の毛がもしかしたらどん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 大きくなっていくみたいな。今。マジで、はい、ということで、うん、ペロアイ男爵さんの髪の毛が徐々に大きくなったら気づくのかというドッキリでしたびっくりしたわそういうことですか、はい、そういうことよ3回目なんか変わりませんでした途中から宮下草薙入ってきたペロアイ男爵って分かったよ途中から芸人さん入ってきたと思ったマジマジって見えてないってこといやでも言って俺でも確かに、うん、なんか3回目ぐらいからは、うん、あれなんか帽子でもかぶってきてるのかなって思ったんですけどカツラあそっかカツラかゴムをかぶってますから、うん、でも確かになんか伏線と下りしてた時もおかしいなと思ってたんですよね何見てたほんまにマジで分からんかったっすよ多分ワンチャンカラス乗せてもバレてんだはい、ということで今日なんでこういう企画をしたかと言いますとですね荒野行動で2022年3月25日から荒野ボーナスコマンドというイベントが始まっております開発者用の隠しコマンドのような作りになっていて、うん、コマンド内のボタンをクリックすることでさまざまな変化で報酬を受け取ることができるんですへ、はい、その中に頭を大きくするコマンドがあるのでそれに従って今回この企画にしていただきますそういうことかいや俺ほんま怖かったもん途中からだから怖いって言ってたんすか言ってた言ってたそういうことかマジで分からんかったわ俺も全部一回どこまでどこまでそれもかあそれもかでそれもそれもっすよあそれもてかなんなら出会った時からカツラかぶってたんですですよねあちょっとおかしな髪してるの馴染んでません馴染んでる馴染んでる馴染んでる馴染みすぎても外れないよねお化け出てきた駐車出てきた全然違うじゃないですはい、ということで今回は5連弾企画ということで、はい、次の企画をルーレットで決めていこうと思いますうわ、ルーレットで決まんねや、
ということで、飛ばしようとペロさん、ルーレットお願いします。ちょっともう今日ペロが回してよ。ええの？もうやっぱ頑張ってたし、うん、ペロが回してパチッと決めて。じゃあちょっと回させてもらっていいですか。はい。じゃあ行きます。はい、どうぞ。もう行きましょう。確かに。はい、ということで、13番はですね、はい、荒野天の弱ゲームでございます。天の弱ゲーム。まあ、この企画の概要はあんまり分かんないんで、僕。なるほど、はい、また明日お楽しみに。涼しい顔して適当やの。はい、ということで、明日の動画でお会いしましょう。じゃあね。